今日はですね、皆さん、もう待ちきれへんくて待ちきれないですよ。いやいや、始まってまた1分経ってへんかったで。その状態で待ちきれへんの。だって僕のとこ今日早く来てますから、高橋君より。そうね、まだ僕3分遅れてるんですよ。話ですよ本当に。はい、ということで今日はですね、はい、立田公平との3番勝負したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、3番勝負ということで、はい、3つね、うん、勝負ね、もう僕は考えてきてます。はいはい。でも1個は、はい、まず野球つながりということなので、はい、ね、野球対決をしたいなと思ってるんですけど、まあ、だからここにね、そう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 、バッティングスタジアム、はい、どうですか、最近野球やってます？野球やってますよ。結構やってるよね。結構、だからほら、もう腕がこうちょっと治療してて。いや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 、もうカッピング、いいように。違うやんか。え、いや、そのアスリートじゃないよ。いやいや、いいんですよ、それぐらいやんないと。だいたい負けてらんないですよ、野球 YouTuber たくさんいるんですから。確かにね。野球 YouTuber でしょ。え、違います違います。あ、それを思って乗り込んできてくれた。そうです。あ、違います。違います。あ、違うんだよ。はい、徳さんさんとかとは全然違う。何のメリットもないじゃないですか、僕に。何のメリットもない。ぶっちゃけ、ほんまに公平にメリットがないんですよ。せやのに対して、なんでこんな楽しそうにやってくれるのかなって不思議です、僕も。ほんまに、ただいいやつ。何のメリットもないって言わないでください。いやいや、僕楽しみに来たんですよ。そうそう、だから、普通に楽しんでくれるの。ただのいいやつなんや、ほんまに。はいはい。友達としてやってくれてるってことやから。はい、だから、登録者数増やすためにもやってくれてるってことやけども、はい、今日この勝負でですね、はい、なんかこう、あれやな。まあ、もちろん勝負すんねんから、はい、対決したら勝ち負けが出てくるから。いやいやいや、もう私物よこせって言ってるじゃないですか。そもそも言ってますから。なんすか、しらじらしい。そうなんですよ。いや、かましい。私物をね、いただくことになってるんで、はい、まあ、それはですね、せっかくですから、はい、こうやって見ていただいてる登録者の方にですね、プレゼントしたいななんて思ってるんですけども、はい、ただその公平のプレゼントは決まってるね。そう、聞きましょう、事前にね。えぐいっすよ。え、マジで。そうなんや。僕は全部は知らないですよ、なんか、はい、ふわっとしか。まあ、じゃあ、うん、1戦目は何対決にします？いや、まあ、1戦目はせっかくですから、こう、まあ、バッティングセンター来てるから、まあ、野球ということ で、はい、で僕最初ね、バッティングしようかなと思うんだけど、バッティングって難しいですよね。そう、分からへんやんか、今のがヒット、ね、ホームランとか分からへんから。ストラックアウトが一番いいんじゃないかな。いいじゃないですかね、はい、結構ボール投げてんのもインスタとかで見てるでしょ、皆さん。いやいや、それあるから。ちょっとほんまにすごいのかどうかっていうのをね。お前有利だろうみたいな言うのやめてもらっていいですか。1戦目ぐらいはね、はい、僕も野球やってたから、はいはい、ずっとね、高校大学、そう、京都青少でやってたんで。京都青少メンバー入ってたんですか。はい。はっきり答えてくれ。京都青少メンバー入ってたんですか。はい。どっちですか。本当入ってましたよね。いや、一応ベンチには。あ、素晴らしいじゃないですか。いや、ベンチですからね。ただでもベンチに入れるってなかなかですから、はいはい、僕高校野球やってませんから。そうやね、もったいないね。中学校でさ、選抜入ってて、いやいやいや、ほんでこっちの世界来たよな。そうです、こっちの方がモテるかなと思ってその感じで来たね。そうですよ。あ、そう。まあでも、ここ僕の地元なんでね、今日は。確かにね、はい、今日3番勝負で、まあ、もうプレゼントは決まってるんですよ。こっちが決まってへんから。そうですよ、1戦目、僕のために友達が作ってくれたガチで使ってるグローブです。ええの？いや、しょうがないですから。いやいや、後輩もやし、その作ってくれた友達も。いや、それは宣伝になりますから。でも、それこそ徳さん、はい、クーニーさんとかの あれでも出てるかな。なんか グローブっていうブランドなんですけど。確かにめっちゃかっこいいでしょ、このグローブ。あ、じゃあそれを、まあ、かけますよ。マジで？いや、マジです。マジですよ。いや、相当なものになってくるよね。え、まあまあ、多分そのモデルっていうか柄の革ではあんま出てないですね。マジで？ほぼほぼないです。あ、それはちょっとなんかめっちゃええもんやから。え、じゃあ逆にまあ僕はそれもらえるとしてね、買ったらもらえるとして、今なんかちなみになんか欲しいものとかもあったりする？欲しいもの？うん、いや、まあ僕でも基本的に洋服が好きなんで。あ、服な、うん。確かにね、おしゃれな服な。うん、服でもさ、まあ、一緒に買いに行くっていうのもいいけどね、服な。まあまあスニーカーとか。あ、スニーカーな、うん、スニーカー。だからグローブとなんかスニーカーってなんかバランスいいじゃないですか。確かにね、うん、となるとまあその辺いいですね。僕ジョーダンとか好きなんで。まあジョーダン、いやいやいや、ジョーダンはちょっとさ、だってジョーダンのやつですよ、そんなもん結構な値段。いや、グローブやけど、そのジョーダンってだって。あ、いや、いいっすよいいっすよ、じゃあそういうのいいっすよ。じゃあジョーダンとかいいっすよ。いやいや、武田公平の、いや、いいよいいよって言ってくれてるで、使用のグロー
と、うん、いやだって同じぐらいなんか出せます？みんなの高道が着てる舞台で着る靴下。まあいらんってない。これでさいらない。おい、これ。え、マジで冗談？あ、冗談ね。確かに。でそれをあの実際じゃ履いていいよちゃんと。履きます履きます。あ、もう飾ったけど。じゃあ履いていってみます。履いて出てくれる。あ、それやったらいい。それやったらいい。足元だけ。